ザンバレス、まあ親戚がいたんでよく来てたんですよ。全然まだこういう電柱もなくて、もうこの道も全然こういう塗装化されてなかった。多分6、7年ぐらい前ですかね。電気も来てなくて、みんな地下水汲み上げて生活してた。今はビーチの前にその親戚がこうなんですかね、ヤシの木みたいなので、ちょっとこう屋根のあるところを作ってて、まあ、そこで普通になんかバーベキューとかして飲んで、もうそのままビーチの上に、寝転がってた、寝ていたりしてたんです。で、その後なんか、2、3年後に来たら、道がまずここできて、このコンクリートの道ができて、電柱が立って、電線が来て、電気が来たので、ほんで、もともとこの辺全然土地の、登録をそのさっきの、 バランガイホールですけど、土地の管理も全然所有者とかはっきりしてなくて、でこの道ができ始めてからみんな動き出して土地の登録とか始めたんですよね。もともとみんなが住んでたところを登録し始めて、境界線作って話し合いして、で廊下の人たちあんまりもともとお金がない、まあ、ほとんどフィッシャーマン の漁師さんなん で、その人たちが土地を売り出したんです。登録し終わったやつを。そこでみんなね、結構ね、フィリピンでもやっぱマニラの人とか、やっぱまあね、商売やってる人とか目の付けどころが良くて、バンバン買い漁ってた。その時もう全然、今の金額の10分の1ぐらいの値段で、で、バンバン買った人たちが今小分けして土地を今売ってるんですよね。で、それを買った人たちがこうやってリゾート建ててる。この土地なんかもう10年以上前にマニラの人が買って、この大きい土地。で、今それをね、小分けして今売ってるとこなんですよ。結構もう買い手がついてるみたいなんですよ。びっくり、もう全然こんなになると思わなかったですね。私もその時、いいなと思ったけど、こんなに早く見、リゾートがバンバン立つとは思わなかったんで、あの時手つけばよかったなって今思ってる。まあ、今正直ね、土地買いたいんですけど、その時に比べたら10倍以上ですからね。今ちょっと今いろんなところ話は聞いてますけど、ちょっと考え中ですね。ちょっと厳しいかなっていうところです。やっぱり先見の目があるかどうか、これで人生変わりますね。いやちょっとチャンスを逃しちゃったかも。でも今ちょっとね、動きがあるんで、ひょっとしたら大きい土地が来ないかもしれないですけどね。こう動きたい。